ライドオン。10年以上前の3月、俺は高校を卒業したばかりだった。取ったばかりの免許に浮かれて、兄貴の車であちこちを走り回っていた。ある時、俺は二人の後輩を連れて、深夜にドライブしていた。群馬に住んでたから峠道にはこと書かない。長野との境を走る峠を、当時は待っていたイニシャル D の真似をして攻めていた。県境をまたいで長野に入ってしばらく行くと、道端に地蔵がたくさん並んでいた。真っ暗な中に立ち並ぶ地蔵の群れは、不気味な眺めだったけど、目につくものがあった。脇道に見える鳥居と賽銭箱。お供え物の饅頭や花があったから、賽銭も入ってるんじゃないか？そんなことを話しながら、俺たちは路肩に車を止めた。三人で連れ立って車を降りた。賽銭箱には錠前がかかっていたけど、賽銭箱自体は古びていたから壊せそうだった。近くに落ちていた石を何度か叩きつけると、賽銭箱は壊れた。中身は全部かき集めると、5000円近くになったと思う。俺たちは上機嫌でその場を去った。バカだったから、罰が当たるとか、そういうことは考えもしなかった。日が昇ってきたからドライブは終わりにして、金を3等分して持ち帰った。一人頭1500円くらいか。確か、タバコを買って帰った。兄貴が仕事に出るまでに、車を返さないといけないから、ガレージに止めて、俺は自分の部屋に直行してすぐ寝た。目が覚めたのは昼頃だったと思う。下の階からどんどんって物音がして起きた。大の大人が地団打を踏んでいるような音が、ずっと鳴ってた。どんどん、どん、どんどんどんって感じで、親も兄貴も仕事に行ってるはずの時間だった。ペットの猫が暴れてんのかと思って、見に行ったけど、呼んでも出てこない。音をたどっても場所がわからなかった。どん、どんどんってなってはいるんだけど、俺と一定の距離を空けて移動してる感じがした。玄関の方で鳴ったと思って玄関に行ったら、今度は風呂の方から鳴る。風呂の方を見に行ったら、今度は台所の方で鳴る。そんな感じ。怖くなって家を出ようと思ったら電話が鳴った。マジでびっくりしたけど、ナンバーディスプレイには、兄貴の会社の名前が出てた。電話取ったら兄貴が、てめえふざけんなよ、って、いきなり怒鳴ってきた。お前あれどこから盗んできたんだよ。気持ち悪いな。ふざけんな。は？何がじゃねえよ。てめえ俺の車でどこ行ったんだよ。嫌だから何がだよ。車に地蔵乗せたのてめえだろ。一瞬で血の気が引いた。地蔵がいる峠に行ったことは兄貴には言ってない。なんで地蔵？車に乗ってる？いやちょっと待って、意味わかんねえ。どういうこと？とぼけんなよ。足元に地蔵乗せただろ。本当にやってねえって、怒っている兄貴に事情を説明して、向こうの話も聞いた。兄貴が言うには、助手席の足元にボロい地蔵が乗っていたらしい。朝、出勤する時に気づいて下ろそうとしたけど、重くて持ち上がらず、時間もないから仕方なくそのまま出勤したらしい。もちろん俺はやってない。後輩たちがそんなことをした様子もなかった。第一、俺がガレージに車を戻した時には、確かに地蔵なんて乗ってなかった。兄貴は俺の言い分を信じてくれなかった。俺が悪ふざけでやったと思ってるようで、ずっと怒っていた。ちゃんと始末するって言ったら、やっと電話を切ってくれた。地団打のような音は電話の最中もずっと続いてた。どん、トン、トンって、少しずつ激しくなってた。二人の後輩に電話した。特に変わったことはないって言ってた。なんで俺だけ、という気持ちで電話を切った。家にいるのは耐えられないから、チャリで外に出て、公園で時間を潰した。夜になって兄貴が帰ってきた。俺の顔を見るなりひっぱたいてきた。いつもだったら俺も応戦するけど、今日はそんな気になれなかった。どんどんって音は家族がいる時は鳴らなかった。深夜、後輩二人を家に呼び出した。二人は地蔵が乗ってる車を見て、すげえ、いつの間に、なんて大笑いしてた。俺の気持ちも知らずにのんきだった。地蔵は重かった。二人がかりでやっと持ち上がる重さ。先輩これモテるとか怪力じゃねえ、とか言ってた。この後に及んで信じてないらしい。車から降ろした地蔵を、群れの端に戻した。パクった賽銭も返したかったけど、もう使った後だったし、後輩も同様だったから、俺が財布から5000円出して、壊れた賽銭箱に入れといた。手を合わせて、すみませんでした、すみませんでした、って心の中で何回も謝った。車で家に戻って、怖いから猫を抱いて寝た。次の日からチダンダのような音はしなくなった。金欲しさだろうが生きがってだろうが、賽銭泥棒はしない方がいいぞ。ああ、人の顔だ。何度かタクシー運転手さんに、怖い話はないか尋ねたことがあるが、たった一回だけ体験談を得ることができた。その運転手さん、A さんは、車両のある社屋までは徒歩で向かう。通勤路はいつも同じだ。A さんの通勤路には道路に面して、小さな花壇を置いた家がある。ある日通勤時にその家を通り過ぎようとしたとき、種類はわからないが、見慣れない植物が花壇から生えていた。茎は太く、元気に50センチほどは伸びており、花のつぼみなのか実なのか、わからないものがなっていた。特に気にもせず出社したそうだ。帰宅時にもそれは残っていた。翌日、例の植物の実のようなもの、花が開かないところを見ると、実だったのかもしれないと A さんは言っていた。が少し大きくなっているのが分かった。成長してるんだな程度の感想しかなく通り過ぎた。翌日、翌々日と、日を追うごとにその、実、葉、しわやくぼみをだんだんと増やしながら、育ち続けて最後には人の頭ほどの大きさに育った。そうなってやっと A さんはあることに気がついた。ああ、人の顔だ。それも自分が知っている人の顔だ。しかし誰の顔だったかまでは思い出せず、その日は帰宅した。帰宅すると奥さんから、訃報が届いていることを知らされた。どうやら A さんの中学時代に、クラスメイトだった人物が、亡くなったとの内容だった。葬式に参列して、お焼香で個人の顔を拝見してはたと気がついた。ああそうだ。あの植物の実はこの、彼の顔そっくりだったんだ。でも変ですよね。彼とは中学時代ほとんど話したこともないし、卒業後なんか一切交流がなかった相手だったんですけど、虫の知らせって言ったって、なんで陰の薄い彼の顔が私の前に現れたんですかね。A さんは困り笑いを浮かべてそう締めくくった。例の植物は葬式後の通勤時には丸ごとなくなっていたという。階段の傍ら。10年くらい前かな。私が小学校の時でした。宿泊用事で山の中に行ったんです。2泊3日で農園や牧場を見て回りました。バター作りの体験をしたんですが、手作りのバターはあまり美味しくなかった。やはり有塩バターが一番。それで、最後の夜には肝試しがあって、宿舎の外で整列して、注意事項説明の後、保健の先生が、実体験だという怖い話をしてくれていた時でした。なんとなく後ろを振り向いたら、国旗とか立てるポール、あれが3本立っていたんですけど、その右の2本の間に、女がいたんです。まあこれもお決まりのパターンではあったけど、白っぽい服着ていて、髪が長い、泥で汚れていたようで、薄汚れていたのが記憶にあります。後ろの方に並んでた生徒数人で、いるよね？いるよ、やべえ。みたいなことをしばらく言っていました。でも、その女性は先生の話が終わって、移動する生徒がざわざわした拍子に、消えていました。帰宅して1週間少し経って、ニュースを見ながら夕飯を食べていた時でした。私たちが宿泊に行った山中で、女性の遺体が埋められていたのが、見つかったってニュースが流れました。嘘みたいだけど、嘘じゃないし。あれは見間違いではなかった。今でもたまにあの時のことは思い出して、彼女は見つけて欲しかったのだろうかと思うのです。でもニュースで見た被害者の方の写真と、あの女性はあまり似ていなかった。もしかしたら他にも、なんて、考えすぎですね。オープンハウス。これは不動産屋に勤めていた頃の話なのだけれど、オープンハウスってみんなは知っているだろうか。新築やら中古やら一戸建てとか、マンションの一室を土日に開放して、物件を誰でも見ることができる状態にして、買い主さんを探すイベントなんだよね。前にいた会社は、毎週土曜日と日曜日に、必ずオープンハウスを実施してたんだ。で、来場者には必ずアンケート書いてもらうのね。形式上は、クオカードをプレゼントしたいからってことで、本当の目的は、顧客名簿を手に入れるためなんだけどさ。いつだったか、後輩と同期とでだいぶ溜まっていたアンケートを、まとめないといけなくなって、作業を始めたんだよ。そしたら後輩の女の子がさ、あれ、またこの女の人来てますね、って、ある人のアンケートを取り出してきたわけ。情報自体は普通の女性の方、50代くらいだったかな。連絡先と尾行以外は全部きちんと、物件についての感想や選択肢を埋めてくれている人だったよ。もっとも、連絡先控えてないと、名簿としては意味が半減しちゃうから、店長には怒られちゃうんだけどね。でもね、物件ごとに集計続けていくうちに、おかしなことに気がついたんだよね。毎回必ずと言っていいほど、この女の人が物件に来てる。でもさ、3人ともこの女性がどんな人だったのか、覚えてない。それどころか、誰も接客してないはずの物件にすら、この人のアンケートが必ず入ってる。正直、不気味だったもんだから、その女の人のアンケートだけ、捨てちゃったんだよね。次の週だったかな。オープンハウス終わって事務所戻ってきたらさ、事務所の机で後輩が大泣きしてるの。なんかあったんかって聞いたら、1枚のアンケートをこっちに渡してきてね。この時点で嫌な予感しかしなかった。まあ、予想通り。その例の女の人のアンケートだったんだけど、いつもと違う点が一つだけあった。アンケートって、だいたい最後に備考欄あるよね。自由に意見書き込めるスペースみたいなやつ。あそこにさ。ありがとうございます。ここに決めました。って。結局、そこから2ヶ月くらいしてから、その物件別のオーナーさんに、無事に売却できたんだけどね。オーナーさんに言うべきだったのかな。先客、買いますって、